275分と泉田純ペインティング破壊流泉田純285分とザ・ラクロス空飛ぶ軍事レーダーザ・ラクロス裏がコーナー240分とマウナケアボスマンフレッシュキックフロムホノルルマウナケアボスマン350分とゲイリーオムライトゲイリーザ・スープレックスオムライトさあこのオブライト実力がこの中では少し抜きんでている感に思われます。新春ジャイアントシリーズのタッグマッチ30分一本勝負です。こちらがザ・ラクロスそして泉田純組、今日も泉田の顔面ペインティングが施されています。さあまず先発はどちらか、お互い牽制し合います。さあ赤コーナーはモスマンかオブライトか。オブライトが攻めました。まずモスマン対泉田で始まりました30分一本勝負タッグマッチ。さあ間合いを取ります。泉田純そして赤いショートタイツのマウナケアモスマンです。さあ組みました。押し込んでいった泉田。さあロープブレイク押し込まれているマウナケアモスマンです。さあ離れるか。さあ牽制し合います。ここで離れました。押し込んでいったのがこのペインティングをしているこの泉田純。さあ距離を組んだ泉田とマウナケアモスマン、左腕を絞っていくマウナケアモスマンです。さあスタンディングの位置、泉田の左腕を絞っていきます。マウナケアモスマン、さあパンチを2、3度、そしてヘッドバット、得意のヘッドバットを落としていった泉田純。そして速いタッチワークで青コーナーザ・ラクロスが1人です。今回5回目の来日になりますこのザ・ラクロス、空中戦にはめっぽう強いこのザ・ラクロスです。さあハイキック、さあ早くも、さあブレンバスターの体勢か。さあ力が両者入る、パンチを繰り出していくマヌケアモスマン。さあ打っていった、ガシンという大きな音がこの松本市総合体育館響き渡りました。そして速いタッチワークで赤コーナーオブライト、さあオブライトが背中にエルボーを落としていきました。がっちりと持って絞り上げます。そして投げに行った、上になっているのがゲリーオブライト。さあ必死に逃げる、さあ泉田得意のヘッドバットでカットに入りました。3分一本勝負のタッグマッチザ・ラクロスと現在打たれているこのゲリー・オブライト、コーナーに押し込まれているオブライト、泉田が入りました。泉田が2度3度とパンチを繰り出して、そしてヘッドバットを打っていく。さあエルボーで反撃、一発で膝から落ちました泉田純。もう1回、さあ首投げ、力があります。160キロの体を落としていったゲイリーオブライト、カウント2つです。さあオブライト手を伸ばします。その先にはマウナケアモスマン。さあマウンドにしてリングイン、まずソバット、そしてエルボーを打っていった。泉田も反撃に出ます。外ガチンという音がこの泉田左の頬あたりでしょうか。エルボーが決まっています。プレーチョップ、モンゴリアンチョップを打っていった泉田、ロープに振られたのが泉田、ドロップキック、まずは命中しましたマヌケアモスマン、ドロップキック、カウント2つ入りました。さあ今日もこのペインティングをしている泉田純、ペインティングでも相手を威嚇しています。ソバット、さあ戻ったところをエルボー、さあ泉田、あっとラリアット、ラリアット一発、倒れているモスマン、カウント一つだけ。さあ泉田構成が続いています。96年の話題いっぱいの年でした泉田純、その中でも96年最強タッグ決定リーグ戦、三沢秋山組に木村とのコンビで勝っています。さあ高いソバットキックをいった、さあそして後ろから倒れ込んだ泉田です。さあカウントが2つ、さあ倒れている泉田純、
さあスタンディングに持っていこうというマウナケア・モスマンです。デビュー2年目を迎えたこの若い21歳のマウナケア・モスマン、体を落としていった。カウント2つです。さあデビュー2年目のマウナケア・モスマン、さあうっすらとその背中に汗がにじんでまいりました。マウナケア・モスマン、さあ動きが止まっている。リング中央、さあ 丸め込んでいった。カウント2つです。さあ手を伸ばしたゲイリー・オブライト、ゆっくりとリングの中に足を踏み入れます。そしてエルボードロップ、さあ素早い動き、動きが止まっているこの泉谷、エルボーを2つ落としていきました。カウント2つ。さあ後ろから迫ってくるこのゲリー・オブライト、さあガッツ、おっと、さあ踏み込んでいった、足を伸ばした、そこにザ・ラクラスカット、しかしまだガッチリと掴んでいる。危ういところでした。泉田潤なおも捕まっています、左足。そしてボスマンがリングイン、リング中央です。さあギロチンドロップ、泉田の左膝、もう一度マヌケア・モスマン、106キロの体重があります。さあそして膝の裏あたりでしょうか、ソバットを打っていきます。完全にこの泉田の左足を狙っていくモスマン、おっとバックドロップ、一回転しました。そして泉田が転がっていって青コーナー、ザ・ラクロス待っていました。さあ早速捕まえた、ヘッドバット、ニュートラルフォームに押し込んでいく、逃げ道がないマヌケア・モスマンです。さあ逆のニュートラルコーナー、さあ今度意識がない、ラリアット命中、ラリアット命中、さあカウントが2つ、カウント2つです。ニュートラルコーナーにぶつかっていったとき、このモスマンの動き、一瞬危ないものがありました。さあエルボー、ザ・ラクロスのエルボー、そしてロープに振ったのがモスマン、おっとこれは動きをよく見ていました、ザ・ラクロス。モスマン、さあ抱え込めて落とした、高さがある。ザ・ラクロス身長190センチ。さあカットに入ったのがゲイリー・オブライト。さあ後ろに回ったぞ、後ろに回ったぞ、バックドロップ、高さがある、破壊力がある。さあリングが揺れます。ザ・ラクロス倒れているモスマン、さあ先に立ち上がるのがどうやらザ・ラクロスです。待っているのがゲリー・オブライト、迫り来るザ・ラクロスです。さあロープにはモスマン、グロッキー、さあ腹のあたりでしょうか、衝撃があったようです。おっとリリティ、飛びつきリリティ出ました。マヌケア・モスマン一転して攻勢に出たモスマン、そしてタッチ成立、ゲリー・オブライト。さあ早くもブルーネルソン、ブルーネルソン、さあ引っ込みくる、おっと強引にいった、これは危ない落ち方だ。さあカットに入った泉田もフロントスープレックス、2人を一気に投げ飛ばしたゲイリー・ザ・スープレックス・オブライト。泉田はリングの下、カウントは2つ、一気に攻勢に出ましたオブライト・モスマン組。さあ今度は背面から落とした、後頭部でしょうか、首のあたりでしょうか、かなりダメージがありました。さあ上に乗るオブライト、カウント2つ、なんとか逃げた、なんとか逃げたという感じのラクロス。さあ泉田は依然としてリングの下、さあここでタッチ待っていたモスマン、さあラクロスを捕まえます。そして首投げ、一緒に回りました。さあスリーパーがっちりと決まっています。左腕、モスマンの左腕がこのラクロスの首に巻きついております。なおも締め上げる。さあ手をバタバタさせているラクロス、さあ一回解きます。後ろから円髄へドロップキック、さあ上に乗ったカバー、カウント2つ、跳ね上がってなんとか解きましたラクロス。さあ赤いショートタイツのモスマン、一気に攻めに出たいところ。さあここで赤コーナー、オブライトリングインです。後ろに回っているぞ、後ろに回っているぞ。
さあ1回ラクロスを外に落とした。大きな音とともにこのラクロスリングの下です。リングの下、そして試合の権利があるのは上にいるオブライト。試合、さあおっとリングの外、このリングの下ではモスマンとラクロス。さあ鉄柵が行った。鉄柵がちぎれんばかりの衝撃。さあそこに割って入ったのが泉だ。泉だ。さあラクロスを守りたい、ラクロスを守りたい。しかしモスマン果敢に挑みます。果敢に攻め続けるモスマン、デビュー2年目、成長著しいこのマヌケアモスマンです。そして試合の権利がある中で待っていたオブライト。ギロチン、トップロープを利用してのギロチン。ザ・ラクロスが崩れ落ちました。さあモスマンは依然としてリングの下です。リングの下。さあラクロスとモスマン、さあキックを打ち合っていく中で待っている、中で待っていたのがこのオブライト。おっと素早くこのトップロープを越して入っていったラクロス。さあカバーに入っている。カウント2つです。さすがに空飛ぶ軍事レーダーの名を持つこのザ・ラクロス、一瞬の素早い空中殺法、見事なものがあります。さあタッチが成立してモスマンとラクロス、ニュートラルコーナーに押し込んでいきました。モスマン、さあ振られたのがモスマン。さあキックでなんとかしのいだモスマン。さあ息が荒くなっている。おっと飛びついたがそこにはモスマンいない。モスマンはよく見ていた。さあバックにもありましたモスマン。エルボー、さあエルボーを打っていったモスマン。おっとその右手トップロープにしっかりとかかっています。さあ簡単には投げられないといった感じ。おっと一発で転げ落ちたモスマンです。おっとラリアット、一気に反撃に出たザ・ラクロス。しかしその打っていったザ・ラクロスもリング天井を見つめています。タッチ成立で泉田潤。さあ泉田、まずは肩でいきました。ショルダータックル、ロープに振った、戻ったところ、さあ回転、おっと体重、全体重をこのモスマンに落としていきました。泉田潤132キロ。さあ泉田が容赦なく攻め続ける。さあとこれは高い、高い位置だ。さあもう一回いくか、動きをよく見ているモスマン、ドロップキック、倒れ込んでいるのが泉田。さあここで、ここでゲイリー・オブライト登場。ゲイリー・オブライトフロントスープレックス、弾け飛んだ泉田。さあパワーが入るゲイリー・オブライト、97年も引っ込みます。そーっとパワースラム。さあカウントアップ、カウント2つ悔しがるオブライト。さあエンジンがかかってきましたゲイリー・オブライト。さあダブルアーム、おーっと行きました、ダブルアームスープレックス。さあ上に乗ったオブライト、おっとラクロスカット、オブライト乗ってきました、力が入ります。さあラクロスのカット、なんとかしのいだ泉田潤です。泉田潤、そして権利があるのがこのオブライト。30分一本勝負のタッグマッチです。さあ追い込んでいるオブライト、捕まえています、がっちりとその手、泉田を捕まえている。しかし泉田もラリアット、一気にラリアット泉田潤。さあ捕まえたか、肩で当たっていきます、そう簡単にはやられない。さあっとダイビングエルボー、おっと外捕まえ、モスマンが外、そして試合の権利があるのはこのラクロスとオブライト。さあ右手をかけていますオブライト、一気に攻めたい、時間をかけたくないザ・ラクロス。しかしロットスープレックス、油断をしていると引っこ抜かれるこのオブライト。さあトップロープに登ったモスマン、ドロップキック、ミサイルキック。さあ素早く上に乗ったモスマン、カウント2つ、空中戦に移っていったこのタックマッチです。エルボー、さあモスマンが打った、捉えたのがモスマン、動きをよく見ています。さあノーザンライト、カウントは2つ、カウント2つ、一気に攻め続けたいマヌケアモスマン。30分一本勝負タックマッチ、
さあロープに一度飛んで、おっと抱え上げられました。落とした。高さがあるザ・ラクロス、カウント2つ。両者ともなかなか決定力に欠けている。あと一歩のところまで追い込みます。さあ先に立ち上がったザ・ラクロス、さあガッチリ捕まっている。おっと背中を越えていきました。モスマン、今のはラクロスの力がありすぎたんでしょうか。カットに入ります。オブライト、そして泉田も入ります。さあ4人入り乱れたリングの中です。さあオブライトが振られた、戻ったところと2対1。これはオブライト崩れ落ちます。リングの外、オブライトはリングの外、オブライトはリングの外。さあそしてラクロスが高々とトップロープ、モスマン危ない、ダビングボディープレス、カウントは3つ入りました。最後はザ・ラクロス、トップロープからのダイビングボディープレス、このマウナケア・モスマンを仕留めました。ザ・ラクロス、イズミナ陣組、ゲイリー・オブライト、マウナケア・モスマン組を14分45秒、最後は片襟固めでした。やはり恐るべしこのザ・ラクロスの空中殺法、モスマンも前線したんですが最後は敗れました。